理科室の鍵を入手した。あ、アイテムゲット。理科室って一つ上？一つ上？どっか開かないとこあったような。電話？一体誰から？電話が鳴ってる。誰だかわからないけど一応出てみよう。すげえ度胸だな。さすがメンタル4。もちもち？私、メリーさん。もうすぐあなたのところに行くね。いたずら電話か。その判断はおかしい。でもメリーさんが来んのか。いいぜ。かかってこい。誰かいる。あなたは誰？メリーさん。だよ。メリー。もしかしてさっきの電話の子？こんなところで何してるの？お家の人は？お家の人なんて、いないよ。私ずっと一人ぼっち、寂しいの。ねえ、お姉ちゃんは優しい人？何のこと？教えて。お姉ちゃんは、優しい人？自分で優しいっていうのは信用できないな。私は優しくあろうとは思ってるんだけど、まあ難しい話だよね。優しいよ？無駄話してる暇なんてねえよ。さっさと失せな。意地悪。いいよ。意地悪な人は、こうしちゃうもん。何をする気？意地悪な人は、私のお人形さんになってね。お姉ちゃん。強い。めっちゃ優しいよ。居酒屋で唐揚げにレモンかけちゃうぐらい優しいよ。お姉ちゃん優しい人なんだね。嬉しい。じゃあいいこと教えてあげる。この学校にはメリーの秘密の部屋があるの。もし見つけることができたら一緒に遊んであげるね。そうそう。地下通路にいるあの子に会ったら話しかけてみて。きっとお姉ちゃんに味方してくれると思うよ。あの子。行けばわかるよ。じゃあね、お姉ちゃん。秘密の部屋か。蛇ごとが話さなくて大丈夫っすか。しかし、怪異の言うことはあんま信用できんけどな。てか一回殺されたし。秘密の部屋がどうとか言ってたよね。でも今はいろいろ怪しそうなところを調べてみるしかなさそう。なるほど。ま、とにかく地下通路に行けっつうことやな。で、空いてないのはどこだっけ？ここだっけ？理科室だっけ？理科室来たっけ？いや、来た記憶ねえな。あ、人体模型くん。人体模型だ。この学校には地下通路がある。しかし、足を踏み入れれば危険を犯すことになる。模型が喋った。それでも進むのであれば、これを持って行くがよい。地下、おー、セキュリティカードとやっぱ別に鍵があんのかい。なんでみんな別々に持ってるんだ。模型は何も言わず、佇んでる。いや、なんか、嫌に友好的な奴らがいるな。シャドーマンにしても。メリーさんはわからんわ。ま、彼女の胸三寸でとこあるからな。私の命は。西校舎1階にあるあの地下通路のゲートを開けられるかも。でもその前にもう少しこのフロアを探索してみよう。虫というのは非常に興味深い生態をした生き物だ。採集した虫を標本にして持っていきたいが、虫嫌いの人も多いだろうから。どうしてだろう。虫か。クワガタとかカブトムシは大丈夫っていう人は結構いるんだけど、あれもね、裏返してみると結構やばいよね。私はまあ別に構わんのだが、表向きはかっこいい。裏を見るとやっぱり虫だなっていうことを嫌でも実感できるなっていう生き物筆頭かな。あそこらへん。とりあえず地下通路の鍵ゲットいたしやしたんで、下行きますか。セーブをしてからね。うん、ナイス15。鍵を解除しますか。シャッターが開いた。なるほど、じゃあこれで行けます。セキュリティカードを使うのは、どこなんでしょう。地下通路。やっぱりなんか、配管とかもあって、なんか来た。
なんかいる。なんかいる。フラスコの中の小人みたいなのいる。なんだあいつ。なんだあいつ。やばそうな感じがプンプンすんね。行けねえか、向こうすれ違って。とりあえず上の道行ってみっか。謎の、謎の鍵だ。また同じ扉。でも鍵を入れても反応がない。扉に何か書いてある。隠された謎をすべて手中に収めたとき、おのずと道は開く。なんのこっちゃ。謎をすべて手中に収めたとき、おのずと道は開く。はぁ、あ。とりあえずこっちは、順路ではないと。さっきセーブしたけど、これはもう、行くっきゃねえだろう。襲いかかってはでも来ないな。とりあえずタックル。何かが足元にいる。ん？ああ、ごめんごめん。びっくりしちゃった。誰なの？ここの地下に住んでる妖怪だよ。よろしくね。そうなの？初めて見た。っていうか地下に入ったの初めてだろうからな。私も人間は初めて見たよ。うわあ、起きたばっかりで眠い。寝てたの？うん。そうだよ。すごいでしょ。すごいのかな。まあ、寝返りみたいなもんだったのかね。ところで君はここで何してるの？この先にある伏見童子の祭壇へ向かってるの。祭壇？わお。そんなところに一体何の目的で？それは、いろいろ事情があってね。いっぱいあってな。え？いっぱいあってなって名前なのかい？なるほど。理由は何であれ祭壇の部屋に行くってことは、伏見童子に会いに行くってことだね。伏見童子は神聖な人だから、普通の方法では会えない。だからこれを持って行って。これは？祭壇へ備えるための霊装でいいのかな？確か、九尾装とかいうやつ。これを備えると、伏見童子のところへひとっ飛びだよ。くれるんだ、そんなもん。ありがとう。でもどこでこれを見つけたの？伏見童子に預かっててくれって渡されたんだ。用事があるときはこれを使ってこいって。なんか割とフランクというか、フレンドリーな人だな。ところであなたの名前は？うん。実は私特に名前もない妖怪なんだ。ずっとここの地下で放置されてたから。趣味は、私のことを妖怪ヘドロ女って言ってるけど、でもなんか乱暴な名前だよね。どうなんだろう。妖怪、いやまあ妖怪と都市伝説がごっちゃになってる可能性もあるんだけど、黙黙連か何かの友達なのかね。目がいっぱいあるっぽいし。でもまあ、黙黙連は床とかには張ってはいないか。やっぱこれは錬金術の過程で生まれた、まあ、小人だろうな。私やっぱそうだと思うんだ。体がとろけてるから、トロトロっていうのは、ああ、なんか妖怪っぽいね。トロトロ、なんか可愛い。妖怪トロトロちゃん。いかにも妖怪って感じの名前でしょ？ありがとう。私はゆずき。ゆずき。じゃあ、ズッキーって呼んであげるね。人間ズッキー、ズッキーニ。まあいいか。へへ、それじゃあ気をつけてね、ズッキー。ちなみにズッキーってしましま模様の履いてるの？え、それって私の下着の。ズッキーの足元にいたから、バッチリ見えちゃった。寝てたのでは？うう、最悪だ。大丈夫。その柄似合ってるよ。じゃあね。最悪の捨て台詞残して帰ったんだが。あ、トロトロさんとはもう会話はできないのか。これメリーさんが言ってたあの子かね。そして久々に見たこのピンクの謎の液体。とりあえず触れないでおこう。一旦セーブはしておこう。まあ栄養ドリンクも微妙にあるからな、まだな。こっちは、セキュリティロックオン。先にセキュリティシステムの制御室でドアのロックを解除しないと。セキュリティ室ってこっちの方。ステータス、空気循環中。なるほど。なんか空調しっかりしてね。やっぱ祭壇とかを。校長は、初代校長っていうのはもうずっと前だよな。今はまあ当然初代ではないと思うんだけど。引き継がれてんのかね、それはね。常にオンに設定してください。解除には専用のカードが必要です。で、そのカードをなぜか絵画が持っていたと。セキュリティガバガバじゃねえか。チェッキング。セキュリティシステム、ステータス、ディセーブルズ。
セキュリティが解除されたようだ。緊急時用のベルだ。下手に押すのはやめておこう。ダメだぞ。絶対押すな。絶対だぞ。絶対だからな。学校の名主、エリーゼのために。夜中に音楽室からエリーゼのためにが聞こえてきたら注意せよ。この曲を4回聴いてしまうと死ぬと言われているからだ。なるほど。今は夜中ではないから全然 OK ですね。で、まあ、これでセキュリティのロックが解除されて、扉が開いたと。祭壇の部屋ですな。学校の七不思議、メリーさんの電話。夜中にメリーさんという女の子から電話がかかってくるという。その電話に出るとメリーさんがやってくるのだそうだ。背後にメリーさんがいても振り返ってはいけない。絶対に振り返るなよ。絶対だぞ。絶対だからな。よし、じゃあ一番に戻って。いずれの、おん時とかでいいのかな。かの飢饉にて多くの民、飢饉、飢餓にて身を滅ぼさん。その時にわかに陽子現れ、多くの命を救い切り。その名を伏見童子と名乗れば、人々これを意と敬い切り。伏見童子とはこれすなわち、守り神において他ならぬ。伏見童子について書いてある。美術室で聞いた話と一緒だ。祭壇に何かを備える花瓶がある。キュービスを備えますか？いいえ。まあ普通に、ないだけか。エンドが分岐したりとかはない。伏見童子、もし聞こえていたら私をあなたに会わせて、あなたの居場所を教えて。あ、異界に来た。今までは異界ではなかったのか。タコイカ？お前は何者だ？私はユズキ、人間よ。あなたは伏見童子。ほう、人間か。それに私のことを知ってるようだな。何の目的でここに来た？学校で起こってる異変を止めに来たの。異変？ああ、そのことか。お前の友人が資料室でコックリさんの道具一式を見つけたようだが、興味本位とはいえ、軽率な行動だったな。すべてお見通しっすね。それって、アヤのこと。30年前も同じだったな。校内で女子生徒たちが遊び半分でコックリさんを行ったことで、彼女たちの世界とここが繋がった。世界が、繋がる？お前は自分の友人が目の前で消滅したかのように思っているだろうが、実際は逆だ。ここの世界が現実世界と交わったことで、お前は今、こちら側の世界に捕らえられている。あ、やっぱ、ゆずきの方がこっちに来たタイプ。この場所も、私が構築している世界の一部でしかない。30年前に失踪した生徒も、今頃この世界のどこかをさまよっているだろう。もっとも、時間の流れが停滞しているこの場所では、何年経とうとも年を取ることはないがな。今頃現実世界では、お前が消えたことで大騒ぎになっているだろうな。時間はやっぱ進んでるんですか？どのぐらいなんだろう？そんな。お前は知らなくともいいものにわざわざ触れたのだ。忘却の中に取り残され、過去の遺物になり果てた、私の真相に自ら迫ったのだ。伏見童子の伝説のこと？地域に伝わる古い言い伝えだって。ふん。そんな昔話など、人々に捨てられた私には、捨て去られた私には無意味だ。誰もあなたを捨てたりなんてしてないよ。あなたはこの地域に住む守り神なんでしょ？守り神だって分かっててこの態度ってやっぱすげえずぶといよな、この主人公。捨てたりしてない、だと？ほんの数時間前には初めて私の名前と存在を知ったお前が言うことではない。それは、お前にはわかるはずもない。人々から信仰が消え、大敗し、時代の流れの中で風化していく辛さなど、辛さかもしれん。あなたは、ずっと寂しかったの？バカな。私はただ人が憎い。寂しさなぞ、心の弱さだ。でも、私にはわかるよ。あなたは今、一人でここにいて寂しいって思ってる。あなたは本当は人を憎んでなんかいない。むしろ、人の近くにいたいって
思ってるんだよね。あなたが女子生徒をここへ連れてきたのも、話し相手が欲しかったからでしょ？だってずっと、一人で学校の地下にいたんだもん。やれやれ、人間に本心を見透かされるなんて思ってもいなかったぞ。なんか悔しい気分だな。え、嫌に正直なんだけど。襲ってこない？大丈夫？なぜお前には私の心の内がわかる？何か特別な力でもあるのか？人間は相手の顔を見れば考えてることはわか、ダウト。これはダウトですね。それは相当な特殊能力を持ってると思うんだが。顔を、ね。見たところ、お前には清い精神が宿っているようだ。現に、私を前にして恐れている様子もない。他者の気持ちや辛さが理解できるものは人として尊い。いいだろう。お前のその精神に免じて、今回の異変を止めよう。そして、30年前の事件も、すべてなかったことにする。やけに大盤振る舞いだけど、そんなことしちゃっていいのか？どういうこと？簡単に言えば、過去の改変だ。廃神社に打ち捨てられていた祭壇を、自らの手で消滅させる。それによって伏見童子の祭壇が学校の地下に保管された事実は、なかったことになる。そして、その後の神隠しも。待って、それじゃあなたはどうなるの？過去を変えたら、あなたの存在だって。安心しろ。あの祭壇はあくまで拠り所に過ぎない。過去を変えても私自身が消えるわけではないからな。ってかそれユズキとかが生まれる前の話だからタイムパラドックス起きて存在が危うくなる可能性もなきにしもあらずなんだが、自分自身じゃなくても身近な誰かがっていう可能性考えるとちょっと私は容認できないな。私は別の方法でもって存在し続ける。不思議。わかった。私元の世界に帰ってからもちゃんとあなたのことを覚えててあげるからね。いきなり呼び捨てになったんだけど、フレンドリーすぎないか。これがコミクロか。ありがとう。ここから元の世界へ戻れる。帰った先では、これまでと違った出来事が起きて混乱するかもしれないが。わかった。ありがとう。伏見。私、あなたに会えてよかった。私もだ、ゆずき。では。達者でな。あれ、ここは。ん？ゆずき、どうかした？え？ああ、ごめん、ちょっとぼーっとしてて。あはは、ゲームのやりすぎで寝不足なの？それで今日の放課後なんだけど。駅前にさ、新しくカフェできたじゃん？そこ行ってみない？カフェ？ああ、そうだね。私もちょっと気になってたんだ。よし、決まり。じゃあ、ホームルーム終わったら、昇降口直行ね。ドタキャンなしだからね。伏見の言ってた通りだ。見たことのある光景。だけど、ちょっと違う。記憶残ってるタイプか。ちょっと珍しいかな。それから、幾日かの時間が過ぎていきました。地下通路奥にあった祭壇の部屋は、現在は存在していないらしく、伏見童子が祀られているという事実もないみたいです。伏見は自ら歴史を変えて、この学校との因果関係を完全に断ったのです。でも、伏見童子は決して消えたりしてない。この間図書室で彼女に関する伝説が記載された本を見つけました。私たちとは縁がなくなっても、彼女は記録として残り続けてる。それがたとえ単なる言い伝えであっても、伏見童子はちゃんと存在しているのです。姿は見えなくても、私にはなんとなく彼女がどこかで見守ってくれているような、そんな気がします。
ゆずき、歴史が変わってしまった。タイムパラドックスだ。はどうでもよくって。いや、どうでもよくないけど、大問題だけど。一旦それは置いといて、おまけやっていきます。上の部屋に入れるように、とりあえずしらみつぶしするしかないか。何がどうすれば入れるのかわからんからね。まあ、とりあえず、それまではカットかな。多分。うん、カット。ああ、7市すべて見つかった。っていうか、ここあれか。私ゲームオーバーになったから回収してなかったのか。とりあえず、これを回収して、7不思議全部を発見すると、これが例の謎か。どうだろう、いけるかな。すんなり開いた。奥に行くと、この床は何？引っかいたような。監禁されるのか、ここ。またあったね。メリー？ねえ、お姉ちゃん。面白いゲームをしよう。この奥の部屋には、ここから脱出するための鍵が置いてあるんだけど。時間内に鍵を手に入れて、脱出できたらお姉ちゃんの勝ち。でも。時間までに脱出できないと、お姉ちゃんの負け。そして、メリーの勝ちだよ。よくわからないけど、ここから出るにはあなたの言う通りにするしかなさそうね。わかった。やるよ。お姉ちゃんは優しいね。そうそう。部屋の中には藁人形がいるから気をつけてね。メリーはお姉ちゃんが脱出できるのを待ってるから。藁人形って、ああ、やっぱ藁人形なんだね。いやなんかね、敵一覧はリードミーにあったんですけどね。で、なんか話してる、あ、鍵あった、鍵あったけど、藁人形の動きがよくわかんねえかな。脱出用の鍵ゲッチュ。メニューは相変わらず開ける。一旦セーブをしてアイテムを見る。脱出の鍵。隠し部屋から出るための鍵。鍵を使うよ。脱出は、あれ、脱出できないよ。できないよ。横に道がある、ある、ある。いや、ない。いや、ないな。藁人形一撃死だからな。あ、ここだ。数字が邪魔で見えなかった。で、メリーの部屋にやってきました。出られぬ。なんか、学校に、なんかずいぶん立派な部屋を作ったね。これ勝手に改造してるやつでしょ。本棚も立派なベッドも置いちゃって。で、2匹のテディベア。ちょっとハサミとかカッターとか今持ってないんですよ。運が良かったな。おめでとう、ゆずきお姉ちゃん。無事脱出成功だね。ここはどこなの？あなたのお部屋？そう、ここはメリーの部屋。ねえ、ゆずきお姉ちゃん。ん？何？ひゃあ！わあ！ここにはメリーとお姉ちゃんしかいないよ。だから。ちょ、待てよ。へへ、嫌がってるお姉ちゃんも可愛いね。メリーといっぱい遊ぼうね。ダメだよ、こんなこと。メリーの偏愛に、ゆずきはなすすべもなく飲み込まれていった。悪いが私の動画でパンツは NG なんだ。